眉毛の下で夕暮れ時のヤギみたいに目がキラッと光った。お前は何ごとにおらず、いちいち文句をつけずにはおれん性格なのか。いえ、そういうんじゃありません。ただ僕としては、うるさいと老人は言った。あれこれ理屈を並べて人の行為をないがしろにするような奴は人間のクズだ。すみませんと僕は謝った。わかりました。中に入ります。なんだって僕はこう自分が本当に思っているのは、のとは違うことを言ったりやったりしてしまうんだろう。中はすぐ下り階段になっておる。と老人は言った。転げを落ちんように、手すりをしっかりと掴んでおりなさい。僕は先に立ってそろそろと前に進んだ。後ろで老人がドアを閉めたので、あたりは全くの真っ暗闇だった。鍵をかけるカチャリという音が聞こえた。どうして鍵をかけるんですか？この扉はいつも鍵をかけておくことになっておる。それが規則じゃぞな。僕は諦めて階段を降りた。長い階段だった。そのままブラジルまで届きそうな階段だった。壁にはボロボロと錆びた鉄の手すりがついていた。壁にはボロボロに錆びた鉄の手すりがついていた。真っ暗で一筋の光だけだって見えない。階段を降り切ったところで、奥の方にほのかな明かりが見えた。弱々しい電灯の光だったが、久しぶりの明かりに目が痛んだ。部屋の奥から誰かがやってきて、僕の手を取った。羊の格好をしたチーズな男だった。いや、よく来たね、と羊男は言った。こんにちはと僕は言った。羊男は、本物の羊の毛皮をすっぽりとかぶっていた。顔のところだけが開いていて、そこから二つの人懐っこそうな瞳が覗いていた。その格好は彼によく似合っていた。羊男は僕の顔をしばらく眺め、僕が手にしている三冊の本に目をやった。君はひょっとしてここに本を読みに来たのかい？そうですと僕は答えた。本当にここに本を読みに来たくて、来たんだね。羊男の言い方はどことなく妙だった。僕は口ごもった。ちゃんと答えるんじゃ、と老人がせかせるように僕に言った。本が読みたいからここに来たんじゃろうが、え？早く返事をしろ。はい。本が読みたくてここに来ました。ほら見ろ。ほれ見ろ。と老人は勝ち誇ったように言った。でも先生、という羊男は言った。まだ子供じゃありませんか。うるさいわ。老人は突然ズボンの後ろから短い柳の枝を出して、羊男の顔を斜めにピシリと打った。早く読書室に連れて行くんじゃ。羊男は困ったような顔をしたが、仕方なく僕の手を取った。柳の枝で打たれたせいで、唇の脇が赤く腫れていた。さあ行こう。どこに行くんですか？読書室だよ。だって君は本を読みに来たんだろう。
羊男が先に立って狭い廊下を歩いた。僕の後から老人がついてきた。羊男の着ている衣装にはちゃんと短い尻尾もついていて、歩くにつれてそれが振り子みたいに左右にひょいひょいと揺れた。さてさて、と羊男は言って、廊下の端っこで立ち止まった。着いたよ。ちょっと待ってください、羊男さん、と僕は言った。ひょいっとして、これは、牢屋じゃありませんか？そうだよ、と羊男は言ってうなずいた。その通りじゃ、と老人は言った。話が違いますよ、と僕は老人に言った。読書室に行くって言ったから、僕はここまでついてきたんじゃありませんか。騙されたんだよ、と羊男は言った。が言った。騙したんじゃ、と老人が言った。だってそんな、やかましいわ、と老人は言って、ポケットから柳の枝を出して振り上げた。僕は慌てて後ずさりした。そんなもので顔を打たれてはたまらない。死の子の言わずに黙ってその中に入れ、そして三冊の本を読んで、残らず暗記してしまえ。と老人は言った。一ヶ月後にわしが、じきじきに試験してやる。もしすっかり内容を暗記しておったら、ここから出してやる。僕は言った。こんな分厚い本を三冊も暗記できるわけがありません。それに母が今頃家で僕のことを心配して、老人は歯を剥き出して、柳の枝を振り下ろした。僕がさっと身を避けると、それは羊男の顔に当たった。老人は腹立ち紛れにもう一度羊男を撃った。ひどい話だ。とにかくこいつを中に放り込んでおけ。そう言うと老人は歩いて行ってしまった。痛くはありませんか？僕は羊男に尋ねてみた。大丈夫だ。ほら、おいらはこういうことに慣れているからさ。と、羊男は本当に何でもなさそうに言った。それより、あんたをこの中に入れてしまわなくちゃね。僕は羊男は気の毒になったので、おとなしく牢屋に入った。牢屋の中には簡単なベッドと、机と洗面台と水洗便器があった。洗面台には歯ブラシとコップが置いてあった。どちらもあまり清潔とは言えない。歯磨きは僕の綺麗なイチゴ味だった。僕の嫌いなイチゴ味だった。羊男は机の上に電気スタンドのスイッチを何度か入れたり切ったりしていた。そして僕の方を向いて、にっこりとした。ほら、なかなか悪くないだろう。食事は一日に三度持ってきてあげるよ。三時のおやつにドーナツも足してあげる。と羊男は言った。ドーナツはさ、おいらが自分であげるんだよ。だからカリッとしていてとても美味しいんだよ。揚げたてのドーナツは一番好きなものの一つだ。じゃあ足を出して。僕は足を出した。羊男はベッドの下から重そうな鉄の球を出してきて、その先についた鎖を僕の足首に巻きつけ、鍵をかけた。そしてその鍵を胸のポケットにしまった。すごくヒヤッとしますね、と僕は言った。何？
すぐに慣れるさ。ねえ、羊男さん。本当にここに一ヶ月もいなくちゃいけないんですか？やはりそういうこと、こったよね。でも言われた通りに本を暗記すれば、一ヶ月後にはここから出してもらえるんですかね。ですね。いや、そういうことは多分ないと思うな。じゃあ僕は一体どうなるんですか？ちょっと言いにくいんだけどさ。と羊男は首をかしげながら言った。お願いだから本当のことのところを教えてください。うちでは母が心配して待っているんです。はっきり言うと君はノコギリで頭を切られちゃうんだよ。そして脳みそをチューチュー吸われてしまうんだ。あまりにもびっくりしたので僕はしばらくの間何も言えなかった。それからやっと口を開いた。ひょっとしてあのおじいさんが僕の脳みそを吸うんですか？そういうことだよね。と言いにくそうに羊男は言った。僕はベッドに腰を下ろし、頭を抱え込んだ。どうしてこんな目に遭わなくてはならないんだろう。僕はただ図書館に本を借りに来ただけなのに。そんなにがっかりしないで、と羊男が慰めるように言った。今ご飯を持ってくる、来てあげるよ。ほら、あったかいご飯を食べれば、また元気になるからさ。ねえ、羊男さん、と僕は言った。どうしてあのおじいさんは僕の脳みそを吸ったりするんですか？つまりさ、知識の詰まった脳みそっていうのは、とても美味しいんだよ。とろっとしているんだ。つぶつぶなんかもあるしさ。だから一ヶ月かけて知識を詰め込ませておいてから、それを吸うわけですよね。その通り。そんなのってひどいじゃありませんか。と僕は言った。つまり、吸われる側になってみればということですけど。でもさ、そういうのはどこの図書館でもやっていることだよ。多かれ少なかれ。僕はそれを聞いて呆然とした。どこの図書館でもやっている？だって知識を貸し出すだけだったら図書館は損をするばかりじゃないかな。じゃないか。でもだからといってノコギリで頭を切って脳みそを吸うなんてちょっとやりすぎだと思うな。羊男は困った顔をした。要するに君は運が悪かったんだよ。世の中にはさ、そういうことも時々あるんだよ。でも母がうちで心配して待っているんです。ここからこっそりと出してもらうわけにはいきませんか。いや、そいつはダメなんだね。もしそんなことしたら、罰としてオイラは、毛虫壺に放り込まれることになる。1万匹くらい毛虫が入った大きな壺に、3日間閉じ込められるんだ。いや、それはひどいと僕は言った。だから君をここから出すわけにはいかないんだよ。かわいそうだと思うけどさ。羊男が行ってしまうと、僕は狭い牢屋の中に一人で残された。硬いベッドにうつ伏せになって、1時間ばかりしくしく泣いた。青いそば柄の枕が涙でぐっしょりと濡れた。鉄の輪をつけられた足首がひどく重かった。腕時計を見ると、針はぴったり6時半を指していた。母はうちで夕食を用意して、僕の帰りを待っていることだろう。時計の針を見ながら、台所の中をうろうろと歩き回っているはずだ。夜中になっても、僕が帰ってこなかったら、本当に頭がおかしくなってしまうかもしれない。そういう母親なのだ。
何かがあると悪い方へ悪い方へと想像を働かせてしまうんだ。頭の中で悪いことばかり想像するか、出なければソファーに座り込んでいつまでもテレビを見ているか、そのどちらかだ。7時にドアがコンコンとノックされた。小さなノックだった。はいと僕は言った。ドアの鍵が回され、女の子がワゴンを押しながら中に入ってきた。見ているだけで目が痛くなるくらい綺麗な女の子だった。歳は僕と同じくらいだろう。手足も首もちょっと力を入れただけでポキンと折れてしまいそうなくらい細かった。長いまっすぐな髪は宝石でもう溶かし込んだみたいにキラキラと光っている。彼女は僕をしばらく見つめてから何も言わずにワゴンに乗せられた料理を机の上に並べていった。彼女のあまりの美しさに僕は口を開くこともできなかった。料理はとても美味しそうだった。ウニのスープにサワラのグリル、サワークリーム添え、白アスパラガスのごま和え、レタスとキュウリのサラダ、温かいロールパンとバター、どのお皿からもほかほかと蒸気が立っている。そして大きなグラスに入ったブドウジュース。それだけを並べてしまうと女の子は手真似で僕に話しかけた。さあもう泣くのをやめてご飯を食べなさい。君は口で喋ることができないのと僕は少女に尋ねた。小さい時に声帯を潰されてしまった。声帯を潰されたと僕はびっくりして言った。一体誰に？女の子はそれには返事をしなかった。にっこりとほほ笑んだだけだ。でもそれは周りの空気がさっと薄くなってしまうくらい素敵な微笑みだった。分かってあげてねと女の子は言った。羊男さんは悪い人じゃないの。優しい心を持った人だよ。でもおじいさんのことをすごく怖がっているの。それはもちろん分かっているよと僕は言った。でもさ、女の子はそばにやってきて僕の手に手を重ねた。小さな柔らかい手だった。僕の心臓はもう少しで音もなく二つにちぎれてしまうところだった。温かいうちにご飯を食べてと彼女は言った。温かいご飯はきっとあなたを力づけてくれるから。それからドアを開け、ワゴンを押して部屋から出ていた。5月の風のように、ひらりとした身のこなしだった。ご飯は美味しかったけれど、半分もの喉を通らなかった。僕が家に帰らなかったら、母は心配して、また頭がおかしくなってしまうだろうし、そうなると僕のムクドリは、ご飯が、もらえなくて死んでしまうだろう。でもどうやってここから逃げ出せばいいんだろう。足には重い鉄の球がついているし、ドアには鍵がかかっている。たとえドアの外に出られたとしても、迷路のような長い廊下をどうやって歩いて帰ればいいんだろう。僕はため息をついて、また少し泣いた。でもベッドに寝転んで一人で泣いていても、何の足しにもならないのだと思い、泣くのをやめて残りのご飯を食べた。